ってまいりましょう。手持ちの積むすべて紹介しようので、俺はせん。続きましてはディズニーフェアリーズよりロゼッタやっていきましょう。はい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 。でロゼッタといえばもうディズニーというよりはどっちかっていうとスーパーマリオギャラクシーに出てくるね、あの星を抱えたピーチ姫の代わりに出てくるあのお姫様のイメージが個人的には強いんですが、これは何に出てくるキャラクターなんですかね。うん、ディズニーフィアリーズと聞いてもいまいちピントがない。いやーこれだからにわかファンは困るよね、ほんと。で、前回パートでバグズライフのフリックを紹介したツムやったんですが、フリック、やっぱり後で調べてみたんですけど、主人公でしたね。うん。で、名前忘れた。なんかお姫様が2人出てくるんですよ。で、2人っていうか2匹か。2匹出てきて、1匹がお姫様で、1匹がその、妹っていう役でね、その妹ちゃんの方が、なんか最後ね、ホッパーっていう、そのバッタの敵役を倒すのに、なんか鳥の模型を使うんですよ。で、その時に、あーあーっていう声を出してた、そんなのがお姫様の妹ちゃんっていうところでございますね。で、王女は王女でね、なんか女王アリかが、古いって言ったらダメだな。おばあちゃんアリが出てくるっていうね、そういうやつですね。はい。いやー、このフェアリーに関してはね、全くこう、キャラがどっから出てきてどんな存在なのかっていうのがわからないから、なんか、いつもこのつむつむやってる時にそういう言い訳をしてる気がする。うん。これ良くないね。これ良くないね。ちゃんとせめてウィキペディアの情報を調べてからやるべきではあるんですけど。もうこれね、とにかくね、もう数やっていかなきゃいけないっていうところなんでね。うーわっていうところですわ。どういうことお、ミッションもクリアしたね。オッケーオッケー。じゃあラス1くらいでちょっと花を咲かせて終了させていっちゃいましょう。ほいほい。もう一回は無理かな、さすがにな。うん。ということでね、下から命を育み、耕し、そして、花を咲かせる、そんなツムでございました。ロゼッタちゃん、ありがとう。ではまた次回。バイバイ。